どうも皆さんこんばんは、吉本新喜劇の新名哲郎でございます。新名なーに始まりました。よいしょ、吉本新喜劇新名チャンネルでございます。よろしくお願いします。今日見ていただいて皆さんありがとうございます。本当にすいません、ちょっと声がね響いておりますけれども、まずね、ご紹介します。以前ね、マネージャー女性3人組が出ていただきましたけど、まあ、前には、マスイちゃんという子がね、女性のマネージャーさんがお一人出まして、今回人事上でこちらの安川くんが新マネージャーでございます。よろしくお願いします。安川くんでございます。新マネージャーの安川くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしますね。皆さんイケメンでしょ本当に。いやいやいや、イケメンですよこれね。マスクを取ってほしいって皆さんね思うと思いますけれども、今後よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。いや、まず安川くんはちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、初めからこの吉本の社員だったんですか？何年目ですか？今1年目で。1年目ですよ皆さん。1年目入ったばっかり。はい、入りたて、入りたてでございますよ。え、年齢は今29歳だ。29歳。あ、本来の前にね、以前ね、何かやってたんですよね。そうですね。何のお仕事をされてたんですか？美容系の会社で営業をしてました。美容系の会社、はい、営業してたんや。それで、はい、え、な、何売ってたの？ワックス、何売ってたんですか？なんかこうコロコロだったりとか。あ、コロコロとか、はい、あ、そうなんや。ユミネさんがよく使ってるやつや。あ、そうですそうです。あ、ああいう系とか。ああいう系を。そうなんや。はい。え、でそれはどこで働いてたの？それは最初は名古屋行きまして、うん、ほう、名古屋で働いてて、でその後に福岡に3年ぐらい。福岡に3年ぐらい行ってて、はい、その後東京に行って。東京に行って、はい、すごいすごい転々としてるやん、はい、あ、転勤とかで。はい、転勤で。で東京で、で転職活動して、はい、吉本に入って、吉本に大阪に来たっていう感じで、でこの大阪の本社に来たということで、はい、で新喜劇の、マネジメントやってね、はい、これもう新喜劇入ってまで1年目ということで、はい、大変なんですよこれね。もう寝てないでしょほとんども。寝れてる？まだそうですね、そんなことはないですけど。ほんまですか？はい、大丈夫ですか？まだ大丈夫です。はい、大変そうな目してますけどね、いつも。いつもあったら大変そうな目、なんかトローンとしてる目が、あ、いつも眠たいんかなと思うけど。まあ皆さんね、全然知らんと思いますけどね、吉本の社員さんっていうのはね、僕だけじゃないんですよ、マネジメントね。他にも何人かおられましてね、はい、他はだから、チマ兄さんね、YouTube で西成ハウスやってます。あとよくね、僕のチャンネル出てくれました太田さんとか、でこの間もよく出てくれました咲姉さんもそうですよね、はい、あと愛ちゃんとかも、くざら愛ちゃん、はい、そうですね、最近担当になりました、はい、宮内のりかちゃんも、そうですね。あ、なるほどね。なんで早見ちゃんもついてるみたいな、はい、うん、で同期の大島くんとかね、いてるみたいですから、よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、これちなみに、はい、新劇チャンネルですけども、はい、新喜劇は、はい、見てたんですか、もともと？いや、もともとほとんど見てなかったです。はい、ほとんど見てなかった。はい。あ、出身どこやった？出身は出身岐阜です。あ、岐阜やからね、はい、岐阜は新喜劇やってたんですか？流れてるんですけども。何時単位ぐらい流れてるの？いや、お昼の、うん、多分時間帯同じぐらいに。え、マジで土曜日か日曜日？土曜日に。え、土曜日にやってたんや。てるはずですね、今も、うん、はい、それでなかなか見られなかった。そうですね、見てなかったので。学生の頃とかは何かやってたんですか、あのクラブとか？ずっとサッカーをしてました、ね、あ、女もずっと部活や。そうですね。それで見れてないんやこれ。それもありますね。ね、フォローしましたね皆さんね。、はい、なんとか僕がフォローしましたけれども。それはいつから始めたんですか、サッカー？小学校から。小学校から、はい、何年生から？小学校1年生から。うわ、めちゃめちゃやってるやん。はいはい、もう完全プロ目指してたやんかそれ。いや、全然全然。ほんまに？はい、上手ではなかったので。絶対そんなはずない。サッカーうまい顔ですからね。皆さんちょっとマスクで見えないかもしれませんけど、サッカーうまい顔ですから。すごいね。それが何年までやってたの？大学の3回。大学3回生まで、はい、大学4年はもうやめたんか？そうですね、そこで引退か続けるか決めれるので。あ、そうなんや、はい、引退して、引退してめちゃめちゃやってるやん、サッカー。そうですね。ちょっとまだそれ別の話になりますけど、そのサッカー企画もしやることになったら出てくださいよ、それ。あ、ぜひぜひ。なんかね、はい、ぶっちゃけモテました、学生の頃。それサッカー部で、ね、大概ね、皆さんモテるんですよ。どうでした？いや、小中高、大学生まで。そんなことないんですよ。マジで？全然モテてないですよ。バレンタインでももろたやろ？まあちょくちょくは。それでももろた。したけど、
そんな、うん、わーっとモテ期は。わーっとモテ期。来てないモテ期は。2、3回来ると言われるよ。人間。来てないまだ。そうですね、まだ来てないですね。ちなみに安川くん29歳でございます。はい、今ちなみに、ごめんね話コロコロコロかって、あの、彼女はいてるんですか？います。いてんのかい、はい、いてんのかい。まあそりゃそうか、29歳でいてるか。はい、そっか、腹立つなぁ。彼女とはどのぐらいお付き合いしてる？すみません、こんなこと聞いて。今、2年ぐらいになります。2年や、はい、うわ、まだまだね。これからですね、これね、3年、4年なんて言ったら分かりませんよ、これは。皆さん、分かりませんよ。僕はね、そうです、3年、4年ぐらいであの、振られたり、してますからね、やっぱり芸人の頃はね。なんか遠距離なんですよね。そうですね。聞くところによると。今、彼女は福岡に。福岡に、はい、全然会われへんやん。そうなんですよね。うん、で頑張りますわ。僕はあの福岡のね、はい、あの劇場ありますから、吉本の、うん、あそこにね、ちょこちょこあのほんまに行けれるようになったら、そうですね、ぜひあのちょっとたまについてきてください、はい、ね。そしたら彼女に会えますから、はい、なんでまた、はい、この吉本に転職の時に選んだのこれ。まあちょっと新喜劇も全然見てなかったのに。そうですね。お笑い自体は好きやった？お笑い自体は好きでした。あ、そうなんや、はい、ちなみに誰が好きやった？お笑い芸人さんと、ダウンタウンさん。あ、ダウンタウンさんね。見てましたね。それでどうやって吉本に行こうっていうの？まあそうですね、うん、もう元々受かるとは全然思ってなくて。あ、そうだ。吉本ちょっと募集してたから、うん、たまたま見て出そうかなと思って出して、出してみたら、はい、まさか、まさか受かって、受かって、なので部署とかも、うん、特にこだわりなく、こだわりなく、はい、ほんでいきなり新劇ポーンって入って、あ、そうですそうです、はい、なんか面接でおもろいこと言うたの？いや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 、座長の名前すら言えなかったです。これは大問題ですよ、はい、これは大問題ですね。いや、まあ、確かにね、まあ、緊張してるし、あーってなって言われへんっていうこともあるから、はい、そうなんや、それですごいね、よう入れたね、これ。そうですね、本当に。あとね、ちょっとね、新劇の社員さんあの出てくれてますよね、岡田ちゃんとか倉本ちゃんとか増井ちゃんというね、マネージャー3人なんですけども、僕は仲良く普段ねしてるお3人なんですけども、その岡田ちゃんとね、増井ちゃんからちょっと質問一つ、はい、いただいておりまして、あ、はいはい、なんか安川くんがねお昼1時間ぐらいフラッと消えるらしいんですよ。はい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 。で、あれは何をしてるんだ？お昼食べに行ってんの？お昼食べに行ったりとか、うん、なんかカフェというか、あ、おしゃれおしゃれ、タイしてあるからね。ちょっと、そうですね、サボってますね。言うてえんかいな、これ見てるよ、皆さん。忘れてても見るからね、これね。ちょっと息抜きに、はい。いや、冗談です、冗談です。サボってません、ちゃんとしてますから、ちゃんとパソコン持ってね、うん、コーヒー飲みながら、ちゃちゃちゃってやりながらコーヒーあのくつろいでますから、うん、それは 大切な時間です、それは、はい、ね、ストレス発散ですから、それはね、ストレス解消法で。で、お二人それ言うてましたけど、はい、岡田ちゃんと増井ちゃんでね、マネージャーがお二人が言うてましたけども、お昼何食べてるか全然想像つかへんって言ってたんですよ。はい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 、はい、何食べに行ってんの、お昼。お昼、うん、サイゼリアとか。サイゼリア、あああるね、ビッグカメラの前とか。あ、そうですそうです。あ、そのサイゼリア。あとは何食べるの、サイゼリアで。サラダバーしか食うてへんのちゃうの？ガリ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 なんですよ、安川くん。皆さん画面越しで、分からないと思いますけど、ガリガリなんですよ、これ見たら。いや、食べてる？ハンバーグとか。あ、ハンバーグ定食みたいな食べてる、ちゃんと。食べてます、食べてます。そうなんや、はい。好きな食べ物なんですか？好きな食べ物は、うん、チョコレートですね。あ、チョコレートなんや。はい、あ、そうなんや。はい、あ、ほんなら見てるかどうかわかんないけど、以前 の岡田マネージャー、よかったですね。甘いものあげて、はい、喜んでたけど、あれ、鍵で捨ててんちゃうかっていう、ね、疑惑がかかってましたから。いつもはね、あの岡田ちゃんっていう子がね、あの安川君に何かあげるらしいんです、甘いものを。いつもは笑顔でありがとうございますみたいな嬉しい顔してるけど、いや、あれほんまに嬉しがってんのかな。甘いもの好きですよ、皆さん。よかったです、よかったです。あ、そんな甘いもの好きなんや。甘いもの好きです。珍しいね、はい、食べ物ですよ、甘いもの好きって。はい、なんかね、29とかだったらその、まあ、お酒とか、ね、寿司が好きとか、そんなの甘いもの好きなの。何が好きなの、甘いもの。いや、もう家では板チョコとかで食べたりして。板チョコ食うてんの、家で、はい、アメリカの子供か。板チョコ食うてんねや。はい、全然想像つかんな。あの、まあ言うてもね、バレンタインも近いですから、
あの吉本社員さん、これもし見てましたらですね、女性社員さん見てましたら、あの安川君にぜひ板チョコあげてください、チョコレートね。はい、まあ、チョコレートなら何でもいいよね。はい、何でもいいです。ぜひお待ちしますんで、すみません、もう一方的に質問ばっかりさせてもらって、これからほんまよろしくお願いします。ほんま、なんか最後になんかニーナさんに逆に聞きたいとか、はい、なんかある質問か、なんか何でもいいですよ。ニーナさん、はい、どこを目指してらっしゃるのかな。確かにね、はい、肝心なことね、聞いてなかったよね、喋、はい、ってなかったね、まずね、はい、いや、それはまず、同期のね、はい、信濃武雄くんがこれ、リーダーになってますから、はい、やっぱりまずリーダーにはなりたいですね、はい、いきなりそれ座長っていうのは、おこがましいと、そうなれませんから、まず、やっぱりそのリーダーという位置で、はい、経験値積んでいって、みんなね、信頼を得てという、あとやっぱり YouTube やってますから、はい、YouTube もたくさんのもっとね、方が見ていただいて、もう関東も、もう東北の方とか、やっぱ新喜劇あんまりね、はい、根付いてないですし、そういう文化も新喜劇もなかなか、新喜劇って何なんっていう方もね、たくさんおられますから、まあ、YouTube も全世界で、いろんな方が見れますから、もっとね、有名人になっていきたいなと、でこの YouTube のね、力をお借りして、有名になって、リーダーとかになっていけたらなっていうのは思っております。はい、ご結婚願望とかあるんですか？ありがとう、そんな真面目な話で終わろうかなと思ったら、ありがとう、そんなゆるい話。いや、さすがやっぱね、もう1年、たかが1年でも、やっぱ吉本入ってるだけでね、中で分かってくれてますよね。ありがとうございます、本当に。結婚願望あるんですよ。もう言うても、これ39ですから。はい。うん、あと3、4ヶ月ですね、39になりますから、もう40ですから言うても。本当結婚したいですよ。はい、親にももうそろそろするで俺はってもう宣言しました。そうなんですか、はい、いやもうあんまりもうほとんど諦めてるからって言われましたよね。ああ、はい、もういつでもええよっつって。え、逆にそれ今の質問をお返ししますけど、はい、その2年付き合ってる彼女はそういうのは考えてるんですか、やっぱり。まあそうですね。うわ、だんだんと考えるようになる。腹立つ、これ見てるからそういうこと言うてんちゃう、彼女がね。そうですよ、ほんまや、考えてないとは言えないですから。そうやね、そうやね、彼女見てるかもしれんから、はい、安川君支えてあげてください。一気にわーっとたくさんの、タレントを抱えてますから、もういっぱいいっぱいでございます今。ぜひよかったら吉本大好きな方、視聴者の方おられました、安川君どっかで見たらですね、コーヒー一杯ぐらいおごってあげてください。はい、板チョコをちょっと差し入れしていただいてね、お疲れですか大丈夫ですかみたいなね感じで言っていただければ、これからもよろしくお願いします。はい、頑張っていきましょう。お願いします、お願いします。本当に最後まで出ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも最後まで見ていただいてありがとうございました。また明日よろしくお願いします。さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。